皆さんこんにちは。今日は富山駅に来ています。この富山、右手側に北陸新幹線が走っておりまして、左手側は在来線の愛の風富山鉄道、並びにさらに奥側を見ますと、行き先分かりますかね。越中八尾猪谷と書いてありますように JR の高山本線が来る、そんな駅になっています。この富山、現在は北陸新幹線が開業した影響によりまして、 JR は高山本線と、そして、JR のこの北陸新幹線のみになってしまいまして、もともと反対側の愛の風富山鉄道っていうのは JR の北陸本線だったんですけれども、そんな具合で JR の在来線というのは少し寂しくなってしまったのがこの北陸本線の富山駅となっています。さて、そんな富山なんですけれども、現在は新幹線がやってきたということに伴いまして高架化されているんですが、2006年まで、高架化、もともとは地上の駅となっていたんですけれども、富山には、この愛の風、あえて便宜上北陸本線と言いますが、北陸本線と高山本線以外にもう一本列車が入ってきておりました。その名前を富山港線と言います。JR の地方末端路線である富山港線という列車が走っていたんですけれども、その列車 JR としてはなかなか採算が取れない厳しい列車だったんですって。そこで新幹線に伴い、この高架化されるに伴い富山港線 JR が手放しました。そしたらどうなったかというと、なんとですね、利用客数が約2倍、そして列車の運行本数がなんと3倍ということで、まさかの JR がもう厳しいよ手を離したら、なんと V 字回復して黒字化されてしまった路線というのがあるんですって。というようで、今回はそんな一風変わった JR が手放したことで、超人気と言っていいのかなになった、ある意味で言えば少し面白い路線を皆さんにご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。お話をスタートしていきたいと思います。すいません、先ほどですね、僕は黒字という話をちょっとしたんですけれども、正確にはですね、大幅に経営は改善されたんですが、一応今もね、赤字ということになっているみたいです。すいません、ちょっとね、それについては訂正をさせていただきたいと思います。さて、まずこの富山駅ですけれども、新幹線のホームが2面4線になっていまして、この富山と金沢の間を、なんて言ったらいいんでしょうか、新幹線になってしまって、在来線の特急サンダーバードがなくなっちゃったんで、それの便宜ってことで鶴って呼ばれる新幹線も走っているような、そんな富山市発の新幹線もあるような、そんな場所になっています。そして今回の主役っていうのが在来線になっているんですけれども、在来線っていうのが現在この富山駅2面2線プラス1つホームがついていて、どちら側からですね、高山本線が出ているという、そんなホームになっています。要は福井駅と同じで、高山線だけっていうのがある意味例外のような予選で置いてあるってことになっています。で、後のホームっていうのはこんな感じで、金沢方面から直通してきて、さらには泊まり新潟方面まで直通するような、そんなホームになっています。なんですけれども、ここ今では高山線のみがある意味例外的な路線だったんですけれども、ここの一つ、地上ホーム時代には富山港線ということで6番線っていうホームが用意をされていたんですって。そんなホームから富山港という場所まで、いや正確に言うと岩瀬浜というところまで富山港線というのが走っていました。現在はこれホームを見ていただくと分かりますように、愛の風富山鉄道と高山本線以外は特に表記がありません。なので、JR 西日本から外されてしまっているわけなんですが、果たしてじゃあそんな富山港線は今どんな姿に変わったんでしょうか。で、早速ね、このホームの方から下側に降りていきたいと思います。ということで、新幹線の改札口までやってきました。この正面見ていただきたいんですけれども、新幹線出まして、その奥ですね、花壇がついているんですが、さらに奥側見ていただきますと、なんと路面電車乗り場っていう風に書いてありまして、この富山ですね、便利すぎるんですよ。はい、路面電車が改札を出てから約30歩、いや100歩ぐらいか、100歩ぐらいで乗ることができるという、とんでもなくですね、便利な、日本一便利な路面電車の駅がある駅となっています。で、ちょっとね、せっかく路面電車もあるんで、奥の方に行きたいと思います。今回のキーワードは岩瀬浜です。というわけで、この新幹線乗り場中央口から左側を向きますと、非常にね、綺麗な花壇が置いてあるんですけれども、そこからもうね、正面の方に行きますと、これ路面電車がね、これ走ってるんですよね。意味わかんないですよね。いやいや、どうしたっていう感じなんですけれども、そんなね、路面電車の駅っていうのが、この正面に用意をされています。富山はね、昔から路面電車っていうのが走っているような、そんな街になっていたんですが、こう、駅の中に踏切があるって意味わかんないですよね。でも、ちょっと待ってくださいと、今、右手側に列車走っていったんですけれども、行き先見られましたか？岩瀬浜って書いてありましたよね。このように1からなんとこれ8番線まであるっていう、多分これ広電西広島と同じぐらいとにかく大きなというか番線が多い駅になってると思うんですけれども、右手側になぜかね、これだけ行き先がついている岩瀬浜行きっていう列車が用意をされています。そうなんですよ。 JR が手放した路線、何になったのかって言いますと、路面電車でございます。JR が手放して路面電車になったっていう、なかなか全国でも例が見られないような、転換が行われたのが、今回皆さんにご紹介したい主役である富山港線なんですけれども、その富山港線、路面電車っていうとね、結構なんか廃止されたりっていうネガティブなイメージが多いかもしれませんけれども、路面電車に変わったおかげで本数も3倍、利用客数も2倍になったという、とんでもない路線になっています。そんな今回はこの岩瀬浜行きの富山港線というのを実際に皆さんと一緒に巡っていきたいと思います。こんな感じでね、車両っていうのは富山汽鉄って書いてあって、今昔はね、富山ライトレールっていう会社が運営していたんですが、現在は富山汽鉄になっているんですけれども、こんな感じでね、岩瀬浜っていう感じで、多分これは想像なんですけれども、もともと JR というか、特別な運用になっていたので、鉄道的な雰囲気を残して岩瀬浜だけね、さっき番線と表示が出てるのかなっていう話だと思います。多分あともう一つの要因があるとすれば、このね、岩瀬浜っていう列車、富山港線っていうのは、すごいこんな感じで後ろ側にも列車が来ているんですけれども、実はね、富山新幹線の開業と高架化とともに、昔は、北と南で出口が分かれていたんですけれども、現在は真ん中をここ新幹線じゃなくて路面電車の駅通そうということになりまして、北と南直通することができるようになりました。なので路面電車のある意味で言えば市内線とこの岩瀬港、富山港線っていうのが直でね、走ることができるようになって、それもあってですね、5番線富山折り返しと直通っていうのがあるので、2つ表示がついているってことなのかなと思われます。はい、でね、次はね、本数ですよ。ちょっと本数を見てください。ということでね、これが本数なんですけれども、だいたい1時間に4本ぐらいこれ走ってるんですよね。これ5番と8番っていうのは、さっきね、直通もしくは折り返しって話なんですけれども、多い時だとね、12345 6本か、6本も走ってるっていう、なかなか多い本数と列車になっております。で、この列車だから昔なんですけれども、 JR 時代はなんと1時間に1本から2時間に1本ぐらいという、めちゃめちゃ本数が少なかったんですって。いや、それは困ったなって話だとは思うんですけれども、そんなね、ちょっと特別な列車となっていました。路線図ですけれども、この富山駅から岩瀬浜までだいたい、そうですね、ちょっと結構、なかなかこう計算難しいんですけれども、距離にするとだいたい8キロから9キロぐらいとなっているみたいです。で、料金もですね、なんとこれ均一運賃なんですよね。岩瀬浜方面だけはちょっとね、均一じゃない運賃になるかというと、そうではなくって210円という、結構ね、安い料金になっています。なんかこうエコマイカとかパスカってやつを買うとちょっとね、安く乗れるそうなんですけれども、こんな感じになっていて、で、今日はですね、一日乗車券っていうのをこれね、買っているんですけれども、これでもですね、市内電車扱いをしてくれて乗ることができるようになってます。こんな感じでね、123系統っていうのが路面電車になってるんですけれども、これだけはね、ちょっと別扱いなんだけどもっていうのがちょっと面白いですよね。あれ、なんかどっかで聞いたことのあるような、なんかミュージック音が聞こえてきましたけれども、それはいいかということで、そんなね、なかなか面白い路線っていうのがこの岩瀬浜方面の富山港線になっています。ということで、今回はね、そんな岩瀬浜まで列車を使っていきまして、本当に JR だったのってだいぶ疑われている方もいらっしゃると思うんですけれども、それについてもね、また後ほど詳しくご紹介していきたいと思います。旅に出ていきたいというわけなんですけれども、このね、富山駅本当に面白すぎまして、これについてはね、新幹線から南方で行ける日本一大きな路面電車駅なんていう話で別でご紹介をしたいと思うんですけれども、奥側っていうのが基本的に路面電車の市内線になっていて、手前側っていうのが富山港線になっています。で、もともと JR なんて話はしているんですけれども、これね、見ていただきますと、富山駅を出たところでも、普通にね、なんて言ったらいいんでしょうか、こう、併用軌道みたいになっていまして、特にこれといって大きな変わりがないかなっていうのと、あとはこんな感じでクロスのポイントになっていて、カーブしながらクロスのポイント、なかなか大変じゃないかなっていう気がするんですけれども、普通に路面電車が広がっております。また、奥側、富山駅も今完全な高架化されてるんで、かつてのね、面影なかなか見ることはできませんけれども、これパッと見た感じだと、なかなかですね、富山高専だったんだなというか、JR だったんだなっていうような、そんな痕跡は、なんかあそこにね、SL 君はいますけれども、それ以外はなかなか伺い知ることができないような、そんな雰囲気になっています。ただし、富山からずっとね、高架で JR の方走っていくかっていうと、そうではなくって、北陸本線、いや、あいの風富山鉄道っていうのも奥の方に行きますと、こんな感じでね、高架から徐々に降りてきまして、下側、地上を走るように、そんな雰囲気になっております。またね、僕はちょっと情報が間違っていたので、ここでね、修正をさせていただきたいと思うんですけれども、5番線と8番線の岩瀬浜駅の違いっていうのが、5番線から出ていく岩瀬浜駅っていうのは、環状線っていうのを走って、岩瀬浜から出て、環状線をこんな感じでぐるりとこう一周して、またこの富山に戻ってきて岩瀬浜を目指していくっていうのが5番線からの岩瀬浜駅なんですって。で、8番線から出ていく岩瀬浜駅っていうのは、富山大学前まで行って、富山大学前からやってきて、岩瀬浜に向かうっていうのが、岩瀬浜駅の8番線っていう、そんな違いらしいです。なので、富山から折り返すために番号がついてるっていうよりも、1番線から4番線っていうのは全部ですね、方面が決まってるんですけども、岩瀬浜だけは2つの候補がついているんで、ここにね、ついてるってことで、JR とかね、そんな名残というのはまたちょっとね、話が違うらしいです。本当にすいません。はい。ただね、本数の違いとしてはさっきご紹介した通りで、富山大学の方からやってくる岩瀬浜駅っていうのは1時間に1本で、環状線一周してくるりの岩瀬浜駅っていうのが1時間に3本になっているようです。じゃあね、そんなわけで再び今度はセントラムって書いてある列車がやってきたわけなんですけれども、こちらの列車を使ってまずはね、岩瀬浜の方まで行きたいと思います。途中一駅、面白いというか過去がね、ついている駅がありますので、そちらでまたなんて言ったらいいんでしょうか、 JR の名残なんていうのもご紹介しながら、それ路面電車ですからね、どれぐらいの速度で走るのか、さらには輸送人員がかなり少なかったっていう列車なんですけれども、こんな感じで見ていただきますと、すごいね、車内なんですけれども、こんな感じでこうロングシートじゃないですね、ボックスシートみたいになっていて、意外と混んでるっていうのがすごいですよね。じゃあこれ乗車をしていきましょう。では早速出発をしていきます。出発していくと同じような踏切があって、さらにここからカーブをしていくんですが、カーブしながらクロスのポイントがついているという、なかなか面白い、そんな配線になっています。で、出発した段階では完全にこれは併用軌道になっているので、まるで路面電車っていう雰囲気ですよね。なんかかつて JR だったのは君嘘なんじゃないのって言われてしまいそうな、そんな路線になっています。で、早速道路をこう出るあたりで、まず列車の路線が単線に変わっていきます。実はここから先、岩瀬浜までの路線っていうのはなんと単線の路面電車になっています。なので、先ほど出発した後でしばらく行き違いができる駅まで行かないと、この区間は1本しか列車が走ることができません。なので本数がちょっと限定されているんですね。左下を見ますと、こんな感じで南富山、富山台、あとは一周する路線でグランドプラザ前、岩瀬浜からグランドプラザ前、グランドプラザ前から岩瀬浜駅みたいな、そんな感じになっているんですけれども、いろんな駅先が用意をされています。で、このように行き先、停車駅ですね、いくつかこうパッパッパッパって出てくるんですけれども、一応 JR から路面電車に変わった段階で駅数っていうのもいくつか変わっています。また料金も変わっていて、現在は210円均一運賃です。終点の岩瀬浜まで乗っても210円になっています。また路面電車、中のつり革が、これJR 東日本と共通の黒い山手線とかにもついているつり革ですよね。ちょっとびっくりで、列車ですけれども2両編成なんですが、一応椅子は空いていますけれども、そこそこ人が乗っているかなっていう、そんな状態になっていました。かつての富山高専を知らないので、その時とちょっと比べることはできないんですけれども、意外に路面電車ですけれども人が乗っているかなっていう、そんな印象となっています。で富山駅を出て単線なんですが、途中の龍谷富山高校前を出るとまた今度は複線へと変わっていきます。この龍谷富山高校前の次が奥田中学校前っていう電停になっているんですけども、ちょっとねそこで皆さんにはぜひ注目をしていただきたいと思います。ここまでは併用軌道、信号もバツとオレンジ色の矢印で走っているのがこの路面電車になっていて、あとは降車ボタンっていうのを押して基本的にはお知らせをしてドアを開く開かないみたいな、そんな運用になっています。完全に路面電車で、ここを JR が走っているとは、さすがに福井も昔は大きい列車が併用軌道を走っていたそうなんですけれども、ないよねっていう、そんなイメージかと思いますが、次の奥田中学校前が重要です。こちらご覧ください。列車ですけれども今からカーブをしていきます。またここにもカーブしながらの片渡り線みたいなものが見えているわけなんですけれども、続いての線路をご覧ください。見てください。わかりますかね。ちょうどここで列車の行き違いもするんですけれども、奥のホームですね。ホームは低床なんですが、線路です。なんとここから併用から専用軌道に変わっています。さらに奥側、信号もついていて踏切も用意をされています。さらに左側を見ると0キロポストなんていうのも用意をされていまして、明らかに普段といいますかここまでの駅とは違っています。そう、実はですね、この奥田中学校前から先っていうのが、まず広電の西広島から先の宮島に向かっていくような鉄道線っていうのに変わるんですけれども、それだけではなくって、かつて JR の富山港線が走っていた、なんと左側、これスプリングポイントですからね。路面電車でスプリングポイントというのはなかなかすごいとは思うんですけれども、そういった区間へと入ってまいります。つまりここは昔大きな列車が走っていた、そんな切り替わりの区間っていうのが奥田中学校前になっていて、奥田中学校前から昔は奥側の JR の富山駅に入っていたんですけれども、路面電車として富山駅の方に入っていく場合は線路を変えて、で駅とかも追加してあげようねっていう、そんな具合に変えたのがこの富山高線になっています。で、ここ専用軌道になりましたので、路面電車ですけれども最高速度は60キロなんでしょうか。結構速度を出してですね、フル加速をして走っていく、そんな様子をここからは楽しむことができます。こんな感じで結構躍動感ありますよね。また左とか右とかにちょこちょこ標識みたいなのが出てくるんですが、それもちょっと普通とは違うのかなというか、路面電車っぽくないなっていう、そんな疑問については岩瀬浜に到着した後で皆さんに詳しくご紹介したいと思いますので、今はですねちょっとした違和感を感じていただければと思います。こんな感じで駅っていうのも、路面電車はね基本的に片側しかお客さんを降ろすことができませんので、互い違いに駅が置いてあるみたいな、そんな場所も用意をされています。そして、路面電車、これ単線で走っていて15分に1本ってことになっていますので、こんな感じでかつて JR 時代にもあったのかどうかな、ちょっと怪しいですけれども、さまざま行き違いができるような駅っていうのもそこかしこに用意をされていて、時々ですね行き違いを行ったりします。奥のですね踏切の列車が来ますのライトみたいなっていうのもすごいローカル線みたいな感じはしますよね。ただ、ホーム自体は全て低床として用意をされています。なので、これですね、例えば信号、今これ2つ用意されていて、青、赤っていう風になってるんですけれども、右手側分かりますでしょうか、ちょっとした基地がある場所っていうのも実は用意をされているんですけれども、右側の列車っていうのは、路面電車の行き違い待ちなんていう、そんな様子もここでは見ることができます。ここではですね、左側のスプリングポイントもめちゃめちゃ色あせてるなっていう感じがするのと、右側分かりますでしょうか、路面電車の車両が止まってるのにやたらに車高が高いなってことで、実はですね検査をしている、そんな検査の様子なんていうのも確認をすることができまして、車輪がちょっと大きいですよね。すごい浮いてる感じがして、多分これ駐車中っていう風に書いてあったので、しばらくですね走ることができないで、床下の機器とかをチェックするからかもしれませんけれども、そんな面白い列車が止まっていたり、右側のところにもまた同じようなポートラムの列車が停車をしていたりっていう、そんな様子を確認することができます。ここまでも多分、昔の JR 時代は補選とかはあったのかもしれませんけれども、車庫自体はね、そういったところに用意はしてなかったと思うので、昔の様子、なかなか分からないんですけれども、ちょっと車庫があるよみたいなのをここでご紹介をさせていただきました。しかし、浮いてますよね。そして列車は東岩瀬駅に到着をしようとするんですけれども、ちょっと右側に不思議なホームがあったのと、左側になんか大きなホーム分かりますか？右側は低いホームですが、左側になんか大きなホームが用意されていて、そこを華麗に通過して1つ奥側の駅に到着をする。これが東岩瀬駅になっていて、実はですね、数少ないかつての様子を忍ばせてくれる、駅といいますか、駅舎といいますか、ホームといいますか、そんなものが用意されているのがこの東岩瀬駅になっています。明らかに高さは違いますよね。今も広電の宇品とかそこら辺ですと結構高いホームが残っていたりするんですけれども、これもちょっと後ほどチェックをしに行きたいと思います。そして東岩瀬に続いて競輪場前駅にやってきました。でここは競輪のなんて言ったらスタジアムじゃないですけれどもがあるんですが、ここにもですね、ホームの右ちょっと離れた部分にまだなんか古そうな駅舎がありまして、これもですね、なんとかつてのなんか遺構みたいなものになっています。この東岩瀬と競輪場前の2つに昔を忍ぶような建物があるっていうのをちょっとね、皆さんにご紹介したくて、あらかじめこちらの方をご紹介させていただきました。そして競輪場前を出ますと、もう次が終点の岩瀬浜になっています。ちょっとした特選みたいなものが用意されていますけれども、終着駅ではなんか行き違いができるというわけではなくて、片側の一面一線の駅になっている、これが岩瀬浜駅になっています。すぐ横側になんかバスが来れるような、そんなロータリーが用意されているのもちょっと面白いんですけれども、大体ですね、富山駅からは24分ぐらいで到着をしました。じゃあここまでたくさん宿題も残してきたと思いますので、まずは終着の岩瀬浜でこの列車を降りていきたいと思います。という号で、富山からだいたい30分弱、終点の岩瀬浜までやってきました。ここまでいろいろと景色ご紹介させていただいたんですけれども、最初は路面電車らしい景色からスタートしまして、専用軌道に変わって、まるでなんかもう JR みたいな、そんな路線に変わって、さらになんか昔の面影を残すような駅が登場しながら終点の岩瀬浜到着ということで、これをもってですね、なんか昔からいろんな路線だったのかなっていうのは、なんとなくお話伝わったんじゃないかなと思います。確かにここまではもともと JR の路線となっていたんですけれども、現在はそれがこの路面電車に変わって、そして大人気になったっていうのがすごく面白いポイントになっています。この岩瀬浜駅横側に保線用のなんか車両の側線みたいなものが用意されていたりってことで、本当に完全な路面電車とはまたちょっと雰囲気は違いますよね。またこれ左手側にすぐにバスに乗ることができるような場所になっていて、フィーダーバスっていうのにどうやら乗れるみたいですね。言うても結構ちっちゃなバスなんですけどね。でなんかあそこに止まってますけれども、熊本電鉄の三好駅みたいな、そんな雰囲気でバス乗ることができるのかなっていう感じです。奥に行きたければさらにバスに乗ってくださいってことになっているようです。でこれがまた岩瀬浜からの帰りの列車になっているんですけれども、本当にね、観光鳥が鳴いているっていうわけでは全然ないんですよね。結構やっぱ人が乗られているっていう感じになっていますので、なんといったらいいでしょうか、需要の高さっていうのを伺うことができます。そしてここですね、列車の本数、さっき富山駅ご紹介はしましたけれども、岩瀬浜からの列車っていうのがちょっとね、また整理させていただきますと、1時間に1本富山大学前の方に行く列車があるのと、あとの3本全部環状線に行くかっていうと、どうやらそうではなくって、うち2本っていうのが環状線に入って、一応ね、岩瀬浜駅なんですけども、行き先を間違えないようにグランドプラザ前っていう名前で走るそうです。そしてもう1本が南富山前ということで、南富山まで行く列車っていうのが走っているらしいです。そんなね、なかなか路面電車と直通しているのが、この路面電車の途中の岩瀬浜プラスした路線になっていて、お辺としてもね、こんな感じでくるっと回って戻ってくるのか、ピュッていくのか、あとはピュッていくのかっていう、なかなか面白いですよね。そしてね、列車の方は出発をしていったわけなんですけれども、ここまでは何と言ったらいいんでしょうか、木じゃないような枕木になっているんですけれども、こっから先ですね、ちょこっとだけなんかこう昔の感じがしませんか？路面電車なのにこう木のね、枕木っていうのがついていまして、なんか昔はもうちょっと奥の方になんか列車があったりとか、工場の専用線っていうのもいろいろあったそうなんですが、現在はね、もうそういった面影っていうのは基本的にはありません。また現在は JR 西日本のかつての駅舎っていうのも2つの駅を除いて全てもう撤去されちゃったみたいなんで、そういったものっていうのもなかなか伺い知ることはできないようです。そんな JR 西日本、そんな雰囲気漂っている場所いくつか見つけましたし、途中の奥田中学校前、あそこもかなり変わっていて不思議な場所になっていました。 JR 西日本ないよないよと言いつつ、実は結構ですね痕跡残っている場所もありますので、そんな場所を巡りながら富山駅の方に戻っていきたいと思います。まずねこれですよね。あそこにある車止めっていうのもさっきちょこっとご説明しましたけれども、鉄道用でかなりなんかこうもうなんて言ったらいいでしょうかね、路面電車とは違う雰囲気ありますよね。また駅の前っていうのもこんな感じで、特にこれといって駅舎はないわけではあるんですけれども、駅前のこの信号ですよ。信号のこれね、岩瀬浜駅前っていう風に書いてあるこの案内なんていうのは、多分2006年とかどころかもう昭和の時代からあったんじゃないかなっていうぐらい古そうな看板になっています。じゃあね、列車もいませんので、ここから、競輪場前、そして、北岩瀬だったかな、駅の方まで歩いていきたいと思います。で、少し岩瀬浜駅から歩いてきているんですが、この鉄道の橋とかって多分昔の JR 時代から変わってないでしょうね。こういうのはさすがに架け替えなんていうこともないと思うんで、ちょっとねこういった雰囲気、路面電車っぽくはやっぱないっすよね。そんなものもこんな感じで垣間見ることができたり、あとは橋に渡るにあたって看板がですね一つあるんですけれども、その看板あったちょっと奥側なんで奥に行きたいと思うんですけれども、そういったものもですねかなり古い雰囲気になっています。これです。わかりますか？橋渡る時のなんかこれ制限表だと思うんですけれども、これはさすがに10年とかでここまで旅々になることはないと思うんで、かなり古いですよね。こういったものもね全部ひっぺがして走ってるのかなと思ったんですが、使えるものは使うっていうことなのかなだと思うんですけれども、しっかりとね今にも残っています。で、次はこれですね。続いての駅、競輪場前かな、駅にやってきたんですが、駅の雰囲気は先ほど何回かご紹介しましたように、路面電車っていうのが両側扉がついているっていうわけではなくて、いや正確に言うと道路に合わせてドアが開くようについているんで、乗り場っていうのを分けなきゃいけないんですけれども、だから単線なんで一面二線みたいになってるっていう、それが定番なんですが、右側にはこの謎の駅舎みたいなものが見えているのと、さらにこれはもう決定的なんですが、うわこれすごいですね。アルプスでしょうか。山がめちゃめちゃ綺麗です。で、これ、踏切止まれっていう風にこのように書いてありまして、踏切があるんですが、踏切の下側ですよ。見てください。JR 西日本です。JR なんですね。ということで、これよく見るタイプの踏切の、看板にはなってるんですけれども、こんな感じでね、JR 西日本ってちゃんと書いてあるんですよね。ということで、こういった部分も名残がめちゃくちゃ残っているよっていうことで、ここっていうのが JR の、岩瀬、踏切になりましたね。岩瀬浜線だったんだよ。岩瀬浜じゃないですね。富山港線だったんだよっていうのが、こういう部分でもわかります。特にこの奥側の白山踏切っていう書き方なんていうのも、いかにも感はありますよね。そういうわけなんで、さっき富山駅ではなんか中側のね謎の踏切みたいなものを通過したんですけれども、今度ね左側列車やってきましたので、これねグランドプラザ前、多分途中で行き先岩瀬浜に変えると思うんですけれども、やってきましたので、踏切を通過する JR 西日本って書いてある踏切を通過する路面電車ご覧ください。ということでね、一瞬で通過をしていきましたね。JR 時代っていうのも、列車はもうちょっとサイズは大きかったんですが、2両編成で運転をされていましたし、なんて言っても、このね、路面電車になる前っていうのは、利用者数は今よりも2分の1程度しかいなかったそうなので、本当に大きな変化ですよね。これですよ、競輪場の右手側にありますのが、さっき列車から見えていた、競輪場前駅の駅舎でございます。これはね、さっき見せました JR 時代から使われているものとなっていたようです。奥側これ見ていただくと、これもなんかちょっと鉄道の雰囲気はありますよね。どうやらここの駅舎っていうのは、そんなに古くなかったんで、競輪、結構多くの方がお越しになられるってことで、それもあって今もね残しているってことなんですって。じゃあちょっとね早速入っていきますと、この右側とかもいかにも窓口っぽくって、まるで切符を販売してそうな雰囲気ではありますよね。なんだこれは、富山駅方面の時刻表と書いてありますけれども、普通にね列車が1時間に4本ぐらい走ってくるよっていうのがこれで分かります。椅子ですけれども、このようになんかまるでスタジアムの椅子みたいにはなっていますけれども、一応なんかいかにも鉄道っていう感じはしますよね。でこれまでであればこんな感じで右側、多分これ階段上がったのかな、上がって列車に多分ここ走ったのかな、ちょっとどうかな、あでも線路は変わんないはずなんで、まあ、奥側の方に行って乗るっていう状態だったんですけれども、現在は路面電車に変わっていますので、おいしょ、新しいホームになっていまして、まあ、ちょっとだいぶね離れているというか、なんというかちょっと違和感のあるような、そんな雰囲気になっているんですけれども、ここね確かに歩きたくなっちゃいますよね。でも一応通行禁止だよっていう風に書かれているのがわかると思います。といった具合にこのね競輪場前駅っていうのが新しい駅舎だからこそではないんですけれども、まだね昔の雰囲気が残っているよっていう、そんなお話になっております。じゃあねまだ次のね東岩瀬っていうのはあれっていうのが見えていたと思いますので、さらにまた次まで歩いていきたいと思います。これ今反対側駅出ようとして気がついたんですが、この禁煙の青枠っていうのもなんか JR っぽいですよね。終日禁煙っていう、こっちの禁煙もでもなんかやっぱ JR っぽいかななんかちょっとすいません、気づいちゃったんでご紹介をしちゃったんですけども、禁煙のロゴマークにもちょっとした雰囲気ありましたね。競輪場前駅から一つやってきました東岩瀬駅です。この東岩瀬駅がかつてのホームが残っている、ある意味で言えば唯一の場所になっています。ということでこれ見ていただきますと、旧東岩瀬駅舎という風に書いてありまして、右側さっき列車からも少し見えていたと思いますけれども、このように駅舎がしっかりと残っているんです。まあここ右側見ると、ここからは電車に乗車できませんっていう風に書いてありまして、まずはちょっとね信号今青になっていますので、ここをね渡っていきまして、踏切の方安全確認しながら見てみたいと思います。この駅はホームがこの古い駅舎がついていますので、右側にホーム用意できなかったんで、なんて言ったでしょうか、こう場所がね右と左側2つにちょっと離れているのが特徴になっています。そしてちょっとね安全確認をしながら踏切内入っていきますと、こんな感じでございます。右側に東岩瀬駅、やっぱりこれね高いですよね、かなりホーム高さが高いなっていうのが分かるのとともに、左手側ペーションの列車が、随分やっぱり低いねってことで、これぐらい差があるんだよっていうのがよく分かります。さらに右側見ていただきますと、これですよ、青色東岩瀬と書いてありまして、 JR 西日本ですよね。いやよくわかりますね。これが JR 西日本の東岩瀬駅だったんだよっていうのがよくわかります。そして右手側見ていきますと、ここにですね書いてありまして、東岩瀬駅って書いてあって、旧富山高専時代から残る唯一の駅舎と。で、なんかちょっと今とはなんか雰囲気違いますね。これ多分もしかしたら JR 時代なのかな。で、開業して2007年に改修されて、現在は休憩施設として残っているということになってるみたいですね。これですよ、2006年に廃止されて、4月29日に富山ライトレールとして再開業ってことで、ちゃんとね国鉄から20年ぐらいはね JR 西日本として活躍していたっていうのがここになっています。ちょうどねこんな感じで列車が通過をしていきましたね。またこの列車ね帰ってくると思いますので、その時にですねこちらのホームから見てみたいと思います。せっかくですから、ホーム駅舎右側からも見ていきたいんですけれども、もうここ来ちゃったんでね、ホーム上がってみたいと思います。一応ね入っても OK ってことになっております。こんな感じでこちらからは乗車できませんよっていう風に書いてありまして、もともとはこの右側すごい開発口みたいなところがあるのと、中にね人がやっぱ何人かいらっしゃるんで休憩してるみたいですね。で、東岩瀬っていう風に書いてありまして、ホームは黄色い線ではなく白線のみになっています。富山駅ワンマン車乗車口っていう風に書かれています。看板も昔通り残っているみたいですね。なのでさっきちょっとご紹介しましたけれども、 JR 西日本フォントっていうのがここにね綺麗に残っているということです。で、あとは本当にホームがねこんな感じですごい短いんで、両数も2両とか、でもさすがにもうちょっと長かったのかな、多分ちょん切ったんだとは思うんですけれども、非常にねシンプルなホームだったんだよっていうのが分かるのと、さっきちょっとだけ列車から見えていたんですが、奥側にですね謎のホームみたいなのが用意されてるんですよね。これも低いんじゃなくって高い側なんですけれどもね、白線がそれも左側だけについているんで、あれは何なんでしょうかね。さすがにマンションとかが建っているんで見に行くことはできないんで、ちょっとここでしかねご紹介はできないんですけれども、謎のホームっていうのもこの東岩瀬には用意をされております。じゃあせっかくですから今度は駅舎左側からも見てみたいと思います。いやー面白い。ということでこんな感じですね。外側の方から見ていきますと、非常になんかこう古い歴史を感じるような駅舎になっていまして、この中にですね休憩所っていう風に書いてあって、中で休憩をしたり、どうやらトイレ等々もあるみたいなので入れるようになっていますので、ちょっとせっかくですからちょっと入ってみたいと思います。では早速この木造の駅舎の中に入ってみたいと思います。この中ですけれども、こんな感じで椅子だったり、なんと畳だったりが用意をされていまして、結構しっかりとした駅舎だったんだなっていうのをここで忍ぶことができます。なんかすごい和室ですよね。でちょうど奥側に改札みたいなものが用意されてるんですが、特になんか切符を売ってたりとかそういう雰囲気はありませんね。現在は完全な休憩所として利用をされているようです。この椅子とかっていうのもなんか不思議ですよね。なんかまるで野球場みたいな椅子となっています。多分有人駅ではなかったんじゃないかなっていう、そんな雰囲気になっていて、で中にはですねいろんな展示物みたいなものが用意をされているんですけれども、例えばこれでしょうか、公共交通の活性化とかっていう風に書かれていまして、このなんかサービスレベルを大幅に向上し、日本初の本格的 LRT として再生しましたって、さらに上側に利用者の減少が著しかった JR 富山高専っていう風に書いてあって、完全にねこれ再生したっていう、今回のテーマにつながるわけなんですけれど、成功した例なんですよね。だからこそ宇都宮とかっていうのも現在導入をしているわけなんですけれどもね、人が少ないのを復活ってすごいですよね。でもこれよくわかると思うんですけども、整備前と整備後で列車のまずその運行間隔も違いますし、運行時間もこれ9時台で終わったのが23時って全然違いますよね。だとあとは路面電車の電停っていうのもちょっと増やしてあげて使いやすくしてとかっていうことになっていますので、確かにそれは増えるかっていう、だからそれだけで3倍増えるかなっていうのはなかなか不思議ですけど、でもなんと言ったらいいんでしょうかね、使いやすさっていうのでは大きいですよね。こんな感じでここの場所が旧駅舎が憩いの場っていう風に書かれていますように、現在は駅舎としてではなくって憩いの場として使われているよってことで、トイレとかもねしっかりと用意をされています。じゃあね、この東岩瀬駅含めて古い設備確認をしましたので、再びちょっとね戻っていきたいと思います。今度はさっき0キロポストがありました奥田中学校前まで降りて、そこからちょっと最後を歩いて富山駅の方に行ってみたいと思います。踏切もなりまして、左側のやっぱりホームとの段差気になりますよね。では奥の方からホームの大きい場所とちっちゃい場所を見比べながら路面電車を見ていただきまして、乗車をしてみたいと思います。でもね、ちゃんとこういったホームをね少しながらも残してくれてるだけでもありがたいですよね。さっきはホームの上から見てましたけれども、下から見てもやっぱり高さが全然違うなっていうのがよくわかると思います。じゃあこれでとある駅までそのまま移動をしていきます。それで駅が追加されたっていうのが、例えば左側にちょっとしたスーパーみたいなのが用意されていて、その近くに路面電車だからこそではないんですが駅を用意してあげて、なんて言ったらいいんでしょうか、人がより使いやすい、例えばここは大阪屋ショップなんていう風に書いてあるんですけれども、人が使いやすくなるよみたいな、そんなものも用意されていて、じゃあ確かに富山から電車で行けるよねってことで、なんて言ったらいいんでしょうか、こうちっちゃいなんて言ったらいいんでしょうか、工夫でしか過ぎないのかもしれませんけれども、ちゃんとね人を増やすような工夫っていうのが路面電車に変わったからこそできたことなのかもしれません。ということで奥田中学校前にやってまいりました。ちょうどここで行き違いをしまして、ここまでが専用軌道の線路になっていて、ちょうどこの正面の場所から今乗ってきた列車が右の方に入っていったんですけれども、併用軌道、つまりはいわゆる路面電車になっているのがこの区間になっています。なので、すごいこう分かりやすいというか面白いんですけれども、右手側の方を見ますと奥側踏切が用意をされていて、信号の方も赤と青の信号並びに、どうやらね富山駅から距離定っていうのは測られてるらしいんですけども、ここまでが併用線だったかな、でここからが鉄道線ってことなので、ここに一応0キロポストっていうのが設けられているみたいです。でこっから先ですね、信号を見ていただきますと、もう奥はね信号といいますか歩道なんですけれども、踏切はありませんし、信号も×だったりとかっていうことで、いわゆる路面電車型の信号に変わっているっていう、広電西広島とか、あとは他だとちょっと思いつかないんですけれども、そんな感じで、ね、鉄道と併用軌道が変わっているって場所になっています。ただ非常にねこうシンプルになっていて、乗務員交代っていうのもここでは行われないような場所になっています。じゃあ JR 新本は一体どうなったんだって話なんですけれども、それをちょっとここからお話ししていきたいと思います。 JR 新本の富山高専はここから合流をしていました。で、まあ、奥側にねスプリングポイントとかといった路面電車ではありえないような設備が見えていて、ここから右側に渡っていくんですけれども、ちょうどですねこの右側の線路分かりますか、この奥側のね特に複線というか手前側の線路に注目していただきたいんですが、この線路仮にまっすぐだったらとちょっと頭で想像してみてください。まっすぐだったら奥側の方に進んでいってもおかしくはなくないですか。これです。ちょうどここから反対の方を見ていただきますと、なんとこれすごい直線ということで、すごいね意味ありげにこの遊歩道っていうのが用意をされているわけです。この遊歩道ちょっと今回辿っていきたいと思います。これこそがかつての旧富山港線です。乗っていくわけなんですけれども、一応左側見ていきますともう完全に併用軌道の線路道路となっていて、さらにこの手前側もやはり見ていますと信号がねちょっと用意されているので、もしかしたらこれは路面電車に関連した信号なのかもしれませんが、ただもうちゃんとね奥とは違ってバーにはなっていませんので、事故には気をつけなきゃねっていうそんな場所になっています。そしてこれです。遊歩道ここから入っていくんですけれども、まあそこそこの広さにはなっていますが、いかにも単線ぐらいの広さだったんじゃないかなっていうような、これ遊歩道になっています。右側とかはね特にこれといって変わりはないと言いますか、ただの排水溝になってるんで、まあ遊歩道なんだねって言われたらそれまでかもしれませんが、やっぱりこれですよね。ちょうどこれか、すごいあの柱がねなかなか見にくいんですが、ちょうど遊歩道の真ん中に立つと奥側に線路がバシッとねつながっているように見えるっていうのがここの特徴になっています。実はねちょこっとだけ残ってるとこもあるらしいんで、ここを歩きましょう。見てるとこのなだらかなカーブ、まあ歩きといいますか道路ではありえないようななだらかなカーブになっているのと、あとはこれでしょうか、下側にちょっとねまあ盛り上がっているというか高い場所になってるんですけれども、区域のなんか区分みたいなプラスみたいな文字がついているものをいくつか見かけます。ちょうど左側とは田んぼになっている、左側とはもう田んぼで区切られているわけなんですけれども、もしかしたらこれは昔 JR 西日本との境界っていう風に書かれていたのかもしれません。で遊歩道をずっと歩いてきますと、ちょっとした川が登場しまして、川になるにあたりちょっとね高さが高いというか上に上がるんですよね。まあもし廃線とかだったらなんで上に上がるのかなって思うんですけれども、これ見た感じまるでなんかこう JR だったこととは全く関係ないような、ただの人が歩くような橋に見えるじゃないですか。なんですけれどもですね、ちょっと橋を渡った後で振り返ってみてください。はい、これです。この水色の橋、まあちょうど左側に歩く普通の歩道の橋があるわけなんで、それの下側と比べていただくと分かるんですが、普通の歩道にしちゃ合成ですよね。そう、これが富山港線 JR 西日本時代の電車の橋になっていたわけです。なのでちょうど奥に学校とかあるわけなんですけれども、ここを電車がガンガガンという風に走っていた、そんな場所になっていて、ただまあ列車が走っている時代だと上側に線路が引いてあったりということになりますので、ちょうどこれぐらいでしょうか。本当はこの右側の水色ぐらいの高さしかなかったんですけれども、上に歩行者用の橋にするためにちょっとかさ上げをして高さを高くして、現在は人が歩けるようにっていうことで、よしちょっと潜ったりすると、わかんないかな。ちょっとねしゃがんでみたんですけども、なかなかわかんないですね。ただまあ電車の橋の上に歩道橋といいますか人が歩けるようにしてるよっていうのがちょっと面白いですよね。こんな場所、まあ旧かつての富山港線時代の雰囲気っていうのをこちらで味わうことができます。まあ同じものをね使ってるっていうのもいいですよね。なんか表記とかあるかなと思って探してみたんですが、何にもないですね。富山港線とか書かれていなくって、でまたここでちょっと要は歩道のためにこう上げているので、歩道が終わると下の方に下がっていって、かつてのそのまま富山港線の線路廃線跡に戻っていくということですね。ただまあこれ左側とかを見ていただきますと、やっぱりここもなんか境界みたいなものが様々用意をされています。橋の反対側に来てみたんですけれども、まあなんか JR については書いてなかったんですが、2010年につまり JR が廃止になった後に1回塗り替えたよっていう風に書いてありましたね。なんかすごいいっぱい4層ぐらい塗っているみたいなんですけれども、まあ、普通はねもう電車が走んなくなったら塗ったりとかってしないのが一般的なイメージなんですが、ここについてはですねちゃんと手入れがされているってことで、まあでももう13年ぐらいそのままねあるんですけれども、結構綺麗に丁寧に残されてるんだよっていうのを確認することができました。こっから先はしばらく9の部分は駐車場が続いていったり、奥に建物が建てられたりっていう具合に少し雰囲気が変わりますね。道路を歩いていくっていう感じになります。もうちょっとすごい面白いというかびっくりしたのが、これちょうどかつての線路の上に立っているマンションなんですけれども、マンションのこれ名前がですよ、見てください。これなんとこれレールウェイズって書いてありますね。鉄道会社って意味なんですけども、レールウェイズ A から D っていう風に書かれていて、いやこれちょっとやっぱりなんか電車をリスペクトしてるっていう感じありますよね。わあ、そっかそっかってことで、多分ここにね、建てようとした方というか、どなたがね、こう、どっちの地主さんなのかわかんないんですけども、いや、すごいな。ちゃんとレールウェイズってことでね、なんでだろうって普通思いますよね。だと思うんですけども、その名前がついていました。で、さらにこっから先っていうのも、なんかすごい草が生い茂ってはいるんですが、ちょっともしかしたらここら辺の石とかは、バラスト感が奥だけですけどね、ありますよね。まだまだこう柔らかいと言いますか、優しいカーブで奥まで線路というか、かつての区間が続いていきます。で、そんな草むら区画はちょこっとだけで、さらにまた奥の方にやってきますと、鉄道だったであろう緩やかなカーブに続きまして、ここもですね、なんか駐車場みたいになっているんですが、右側になんか富山流通センターとかっていう、結構これ駐車場ほとんど埋まってるぐらいで人気なんでしょうかね。だからユースとか中古の商品とかが売っているような、そんな場所っていうのが登場しまして、で、これですね、ここから先2つちょっとね、なんて言ったらいいんでしょうか、こう極めつきみたいなものがありまして、まず右手側ですね、これ。ちょうど列車のこれ境界じゃないですか。いかにもこう鉄道だったであろう、こう杭みたいなものがこんな感じでたくさんあるようになりましたね。いや、これもなかなかすごい。で、奥を見るといよいよ北陸新幹線や JR のちょうどこれもあれですかね、高架に上がっていくような、そんな場所が見えてきたんですけれども、そこで道路と交差する場所があります。ここにはかつて踏切があったらしいんですけれども、この踏切の跡っていうのが実は如実に出てるんですって。ちょっと見てください。で、それがこれですね。ちょうど左手側真下の部分に白い線がビビビって入ってるんですけど、その奥側なんか鉄で見覚えのあるようなものありますよ。右手側は駐車場、左手側も駐車場なんですけれども、これです。踏切の跡なんです。正確に言うと、踏切の後で、レールだけはね、どうやら取り外されてるみたいですね。真ん中の部分に狭軌 1067mm の線路がついていて、そこを全部アスファルトで埋めていると思うんですが、明らかにこれね、踏切だったような跡っていうのが、これ右側にはついてますよね。ここだけですよ。本当にここだけ。あとは、見えないですもんね。本当にもうこれだけだなっていうのがわかると思うんですけども、これが唯一ではないんですが、線路っぽい移行になっています。こことか見ると、黄色の線もちょこっと見えていたりっていう具合に、これはなんだ？これは、アンティークレトロポスターって関係ないかなとは思うんですけれども、このね、踏切の跡っていうのを綺麗に見ることができるんですよ。こういった具合に、これを見ると、明らかにここにね、なんかこう、配線の構造だけではなくって、列車が走っていたらんだなっていうのが分かっていただけるのではないでしょうか。この黄色とかもね、かつての跡ですよね。これかな？多分立ち止まるなとかそういう感じだったんだと思うんですけれども、綺麗な黄色と白い線がついていて、踏切の跡、線路の跡っていうのをここでは確認することができました。で、この後列車どうなっていくかっていうと、奥側もう電車が見えていますように、北陸本線と合流をして富山駅の方に結んでいくという、そんな流れになっています。踏切の移行の奥の方にやってきまして、真ん中にもまた建物がもう登場するようになりまして、もうこの奥ですね、緩やかにカーブして、現在はもう高架ができちゃってるんで、もう過去のことをね、伺いすることは全くできないんですけれども、多分かつてはここの左側の方に線路で合流して、富山駅の方が奥に見えていると思うんですけれども、の方に行ってたよっていうのがわかるかと思います。この先はですね、残念ながらもう辿ることはできないというか、もう多分左側に合流するだけだと思いますので、一応ね、過去の旧線っていうのがこういう風だったんだよっていうのと、確かに JR 西日本の路線だったんだよっていうのを、辿ってね、皆さんにご紹介をさせていただきました。こんな感じですね。左側の方にはね、愛の風富山鉄道の列車がやってきたわけなんですけれども、これぐらい高さがやっぱり変わっちゃうんですもんね。いや、本当に世界が変わったんだなっていうのが、やっぱ新幹線の開業って大きいんだなっていうのが分かりますね。そして再び富山駅の方に戻ってまいりました。富山の路面電車といえばこのように1両の単行の路面電車もあるんですが、この列車っていうのは富山港線、つまりは岩瀬浜の方に行くことはどうやらないみたいです。はい、ということで今回はまさかの JR 大きな路線だったところから路面電車に、ある意味では LRT に変えたところ、まさかの黒字化まではもうちょっとなんですけれども、本数が3倍、そして利用客数も2倍になったっていう、特殊な事例をご紹介させていただきました。途中の東岩瀬でご紹介させていただきましたが、もともとはもう最終列車9時半ぐらいで終了していたぐらいに、めちゃめちゃ早い列車ではあったんですが、現在は23時台まで列車走るようになったそうですし、1時間に1本ないし2時間に1本しか走っていなかった列車っていうのも現在では15分に1本になりましたし、さらに新幹線が開業しまして、岩瀬浜方面の富山港線のみで完結するのではなく、富山の市街地、さらに汎用性が高くいろんなところに行くことができるようになりという具合に、様々いろんな、便利になりまして、これはもうどんどん利用客数増えてもおかしくないよねっていう、そんな今の富山の現状を皆さんにご紹介をさせていただきました。この富山の成功事例っていうのが全国他の場所にも結構広まっていて、例えば宇都宮だったりっていうのに路面電車走ろうとしているんですが、そんな成功の例からまさかの、この時代っていうのもちょっとおかしいかもしれませんが、新たな路面電車が登場するなんていう、そんなきっかけにもなったっていうのがこの富山。僕も路面電車本当にめちゃくちゃ好きなんで、そんな風に変わっていったら面白いよねっていうことで、どんどんですね、これからも路面電車が広まっていったらいいなという風に思うんですけれども、まずはね、岩瀬浜方面の黒字化をちょっとね、祈りつつ、これからまたいろんな路面電車等々皆さんにご紹介をしてみたいと思います。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。